ぜ座りすぎが勃起力に問題なのか、理由3つあります。まず1つ目、血行。長時間座り続けることによって、性器周り、下半身周りの血管が圧迫されて、体内の血流が滞るからなんですね。で2つ目、腰痛による神経障害。腰痛によってですね、脊椎髄の神経に傷がつくと勃起命令がですね、いかなくなったりするので勃起ができなくなるってこともあるそうです。3つ目、運動不足による肥満とか筋肉の低下。運動不足の人は消費エネルギー自体が少ないので、平均的な摂取カロリーでも肥満になりやすい、動脈硬化を引き起こす、そういうことによって勃起力が結果的に低下してしまうということがあるそうです。ヤンチャンネル。